旭川市神楽岡14条4丁目のアパートの敷地で、昨日午後9時ごろ、自転車のサドルに火がつけられたと警察に通報がありました。火は関係者が自力で消し、けが人はいませんでした。自転車の持ち主は男子中学生で、不審火の前には家族の車が落書きされているのを見つけたといいます。車乗るときに白いスプレーで死って書かれてて、なんか誰かに恨み買われるようなことをしたのかっていうのが、それを第一に考えて。警察は器物損壊事件として落書きと不審火の関連を調べています。